一新学院は株式会社指針が運営する小中学生及び現役高校生を対象とした学習塾、首都圏を中心に展開している。一新学院の指針とは旧正の市川進学教室の略称であり、もともとは千葉県市川市を拠点としていた。現在の本部は東京都文京区、本郷、東京都神奈川県、埼玉県、 千葉県、茨城県に教室を展開している。2009年3月現在の走行者数は118校。高速時間や宿題の量などの指導スタイルは比較的穏やかであり、小学生向けのクラスでは授業終了時間が多塾よりも早めに設定されている。また、夏季冬季の合宿も一切行っていない。ただし、一流校を狙うコースでは、 小中学部ともに異なるハードな課題と拘束時間が課せられる。中学部での公立高校の実績は、どの地域でも顕調であり、部活との両立が前提とされるなど、バランスの取れた指導が特徴的である。また、2008年度より、一進学院高等部が新設され、指針予備校の映像授業が見られるようになった。ただ最近は、業績が振るわず、連続赤字や、 多額の有利子負債で継続企業の前提に疑義が発生しており、社員の早期希望退職によるリストラや学研、ウィザス、学級者などとの業務提携による連携を行っている。文系担当、理系担当の二人の講師だけで一つのクラスを担当する。そしてそのうちの一人がクラス担当となり、各家庭への窓口となったり、個別面談を実施したりする。 授業を実際に担当する講師が担任となる。一進学院の生徒数は、最盛期の1990年代、2000年代初頭には、小学、中学生だけでも3万数千人以上を要していた。しかし、少子化のほかリーマンショックや東日本大震災などの影響や、同業他社の低下格路線塾との競争激化などで、近年の生徒数は、最盛時の 約半分前後に落ち込むなど厳しい経営環境に。近年では、個別指導部門の小太郎塾や、映像授業を積極展開している。さらに、海外授業、幼児教育、老人介護など、従来の学習塾の枠にとらわれない、多角経営路線で、危機的な状況を打開しようとしている。また一般的な塾、予備校とは異なり本部には教室を併設していない。 本部では教師の育成が行われており、子会社の株式会社子学者では過去にはモニター生徒を募集して模擬授業を行うこともあった。ありがとうございます。